2番目は、写像が2つあります。でそしたらこれ両方とも全写とします。そしたら結論は合成、よく間違えるんですけど、G〇F であっていく全写、これは問題です。じゃあじゃあ2の、スモール C 属する C を取りますか。でそしたら G が全写ですから、だからある B 属する B に対して、ここですね、何が成立するかというと GB が C ですね。でこの実はこの B を満たす B を値にとる A の原 A もありますからっていうわけです。それだけです。でさらにある A 属する集合 A に対して、いいですか、F も全写だからこれは理由です。なんかシンクサイだけですけど、これなんだっけ、 FA が B です。でそうすると F 丸 GA というのは F で GA なんで、あ、ちょっと間違えちゃった、やっちゃった、 G 丸 F、 これ今円じゃないです、間違えました落ち着いてやろう。G 丸 FA というのは G の FA ですね。それで、FAB でしょ、FAB ですからこれ GB です。でこれGB は C ですね。というわけでこう2の C に対して G 丸 FA が C なる A があるわけですから、より G 丸 F は全写であることがわかります。いいですか、これが答えです。